よく見て、きっと何か残っているはず。ここには何もない、何も見つからないよ。何もかもなくなっても、記憶はきっと残っているはず。目をそらさないで見つめてほしい。大切な温かい記憶。そうだ、ここは子供部屋だった。この辺りに地図が貼ってあって、いろんな国のことを調べながら、大きくなったら一緒に旅行しようって兄と話してた。何もかもなくなってもきっと残っているはず。よくここで隠れんぼもしたっけ。クローゼットの服の間に隠れたりして。大切な大切な温かい記憶。東さん、それは棚の裏に。開けてみてください。髪留めとメッセージカードだ。お誕生日おめでとう。弟に渡すのはおかしいかもしれないけど、お前の髪は綺麗だから。はじめ兄さん、そうだ、思い出した。事故の一週間後、僕の誕生日だったんだ。ずっとずっと僕が来るのを待っていてくれたんだね。今やっと受け取ったよ、兄さんのプレゼント。何もかもなくなっても消えることはなかった。いつも僕の蘇る髪を言ってくれた大切な家族の温かい記憶。ここでくらい思い切り泣いたらどうですか。兄さん。